はい。こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いでございます。えー、今回は、えー、臨床心理試験対策講座オンライン、過去問アレンジ問題ということで、1問出題させていただきます。臨床心理試験や大学院入試の対策などにもお役立てください。ということで、早速問題です。 初等効果とは多数の他者について順次評価をしていくとき、疲れなどが原因で後半の他者に対する評価が厳しくなることを指す、丸かバツかの2択でございます。セカンダリーではこのように臨床心理試験を受験される方を応援しております。この臨床心理試験対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いかがでしょうか 正解申し上げてしまいます。こちらはですね、バ、え、ツ、ー、でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。えっ、ー、とそうですね。